アレクサンドロス軍に貼り付けにされ処刑されるベッソス。ベッソスは、アケメネス朝ペルシアのバクトリアの総督。ペルシア王ダレーオス三世がガウガメラの戦いで、マケドニア王国のアレクサンドロス大王に敗れると、ダレーオス三世を暴殺して自ら王を名乗ったが、アレクサンドロスの追悼を受けて殺害された。アケメネス朝末期のバクトリア総督であったベッソスは、アレクサンドロス大王の統制が始まると、 ダレイオス参戦によって招集されて、軍の指揮を取った。アレクサンドロスの遠征中最後の大会戦となった、紀元前331年のガウガメラの戦いでは、騎兵を中心とするバクトリア兵やスキタイ兵によって構成された左翼部隊の指揮をとり、マケドニア軍を大いに苦戦させたが本隊が改装し、最後はマケドニア軍の勝利に終わった。ベッソスは、 ダレーオス三世らと共に戦場から離脱して東へと逃げたが大軍を擁しながら敗北を続けたダレーオス三世の権威はすでに失われており紀元前330年ベッソスは仲間と共謀してダレーオス三世を暗殺しソグディアナの有力者スピタメネスや総督のオクシュアルテスラと同盟を結び自らペルシア王を名乗って名前をアルタクセルクセスとした しかしアレクサンドロスは、ダレーオス三世の死体を発見すると盛大な葬儀を取り行って、ダレーオス三世を葬り、その仇を討つという名目によって、ベッソス追悼の命令を出し、さらに東へと進んだ。アレクサンドロスが、ヒンドゥクシュ山脈を越えて、バクトリアに侵入すると、ベッソスは、抵抗を諦めて逃亡し、スピタメネスやオクシュアルテスと共にオクサス川の船を、 焼き払ってなう宅へと逃れた。しかし同盟者スピタメネスの裏切りによって捕らえられ、手土産としてアレクサンドロスに引き渡された。そして、紀元前329年、耳と鼻を削ぎ落とされ、ダレエオス3世が殺された場所に貼り付けにされたとされる。なお、ベッソスはペルシア王アルタクセルクセスを称してはいるが、一般にペルシアの王としては数えられていない。 ありがとうございます。